ハンドは祈って言った。主にあって、私の心は喜び。主にあって、私を、は、頭を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び。いわ。聖なる方は、主のみ。あなたと並ぶ者は誰もいない。いわ。との頼む者は、私の神のみ。え。こり高ぶるな。高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。し私は私 主は何事も知,知っておられる神。その行いが正されずに済むであろうか。勇士の,やの弓はおられるか。よろめく者は力を浴びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。このない女は七つの子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は、 命を断ち、また命を与え、地獄に暮らし、また引き、読みに暮らし、また引き上げてくださる。えー、しゃは貧しく、また飛ませ、低くし、また高めてくださる。強いものを、えー、す、泥の中から立ち上がらせ、貧しいものを、カバンの中から高く上げ、高貴なものと共に座に着かせ、 栄光の座を修行としてお与えになる。死のも、大地のの々の、のしは死の者、死は世界をすれなの上に据えられた。死の慈しみに生きる者の,の足は主を守り、主に逆らう者の,の闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者どもを打ち砕き、天から回らに、に雷鳴をとどろかせる。主は、 地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油ぞわいた者の角を高く上げられる。エドカナはラマの家に帰った。幼子は祭祀エリの元に留まって地に仕えた。エニの娘はならず者で小指導としなかった。この祭祀たちは人々に対して次のように行った。誰かが生贄を捧げていると、その肉を煮ている間に祭祀の元、 働きが三つまた、肉刺しを手にやって、切って、釜や鍋であれ、鉢や皿であれ、それに突き入れた。肉刺しが突き上げたものは全て採取のものとした。彼らは常に、知れ、知れあるエサインのすべ人々全てに対して、このように行った。聖馬会ではなく、人々がその合物の脂肪を焼かして、 煙にする前に、祭司のの元働きがやってきて、生けにを捧げる人に言った。祭司様のために焼肉をよこしなさい。祭司は煮た肉は受け取らない。生ででなければならない。いつものように脂肪をすっかり焼かして、煙になってから、あなたの思い通りに取ってくださいと言っても、ししも 働きは今よこしなさい。さもな,なければ力づくで取ると答えるのであった。その下もきの罪は死に対するはなだ大きな罪であった。そのこの人々が死の備え物をのをんし者からである。サミエルはマヌの,のエフォレを着て、下働きとして死の見舞いに仕えていた。母は彼のために小さなおわぎを添い、 毎年、夫と一緒に年ごとの生贄を捧げて、登ってくるときそれを届けた。エリはエルカナとその妻を祝福し、死に願って得た。この子の代わりに、シャああなたにこの妻による子供を授けてくださいますようにと言った。こうして彼らは家に帰った。シャハンナを買い目になれたので、ハンナは身ごもり、息子三人と娘二人を産んだ。 少年サミエルは死のもとで成長した。エリは非常に年を、年をとっていた。息子たちがエスタイルの人々全てに対して行っていることの一部刺繍、それに臨在の天幕の入り口で仕えている女たちと たびたび、床を共にしていることも耳にして、彼らを諭した。なぜそのようなことをするのか。私はこの民のすべてのものから、お前たちについて悪い噂を聞かされている。息子だよ、それはいけない。死の民が触れ回り、私の耳にも入った噂はよくない。人が人に罪を犯しても、神が間に立ってくださる。 だが、人が死に対して罪を犯したなら、誰が取りなししてくれるよう。しかし彼らは父の声に耳を貸そうとはしなかった。主は彼らの命を、た、そう、たえ、えそうとしておられた。一方、少年サミエルは、すくすくと育ち、主にも人にも喜ばれるものとなった。人がエリのもとに生きていった、主はこう言われる。あなたの,の戦争がエジプトで、ファラオの家に、 復讐していた時私は自らをあなたの戦争に明らかに示し、私のためにスタンの全部族の中からあなたの戦争を選んで採とし、私の祭壇に登って功を高かせ、 ファラーを着せて私の前に立たせた。また私はあなたの先祖の家にエスタイルの子らが焼かして主に捧げるものをすべて与えた。あなたはなぜ私が命じた生贄とう供え物を私の住むところで難いがしにするのか。なぜ自分の娘を私にも大事,大事にして私の民エスタイルがその内するすべてを捧げ物の中から最上のものを取って私たちの 私や、母を絶やすのか、聖はイ,イスライルの神、主は言われる。私は確かに、あなたの家とあなたの先祖の家はと乏しへに、私の前に歩むと約束した。主は言われる。だが、私今、決してそうでは、そうはさせない。私を重んずる者は私を重んじ、私を侮る者は私は軽んじる。あなたはのの家に。 丁明の者がいなくなるように私があなたの腕とあなたの戦争の家の腕を切り落とす日が来る。あなたは私の住むところがエスタインに与える幸いをすべて敵視するようになる。あなたの家には永久の丁明の者はいなくなる。私はあなたの家の一人だけは私の祭壇から立ち切ら,切らないでおく。それはあなたの目を暗まし、命を尽きさせるためだ。あなたの 家の男子がどれほど多く共みな壮年のうちに死ぬ。あなたの二人の子、息子、ホフニーとピニアスの身に起こることが、あなたにとってその終始となる。二人は同じに死ぬ。私は私の心、私の望みのままにことを行う。忠実な最初を経って、彼の家を確かなものとしよう。彼は、 生涯、私が油注いだ者の,の前を歩む。あなたの家の生き残った者は皆、彼の元に来て身をかがめ、銀一枚、パン一切れを、を濃い、一切れのパンでも食べられるように、妻子の仕事の一つに使かせてくださいと言うであろう。 And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. No one is holy like our God. There is none beside you, nor is there any like our God. Talk no more no so very proudly. Let not, not arrogance come from your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. The bows of the mighty men are broken. Those who are stumbled are girded with strength. Those who have hired themselves out of bread. And the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne seven. And she who has many children has become feeble. The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap. To set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's. He has set up the world upon them. He will guard his feet of his saints. And the wicked shall be silent in darkness. For by strength no man shall prevail. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give his strength to the king and, his, and exalt the horn of his, his anointed. But Elkanah went to the house at Remna, but the child ministered to the Lord before Eli the priest. Now the sons of Eli were corrupt, they did not know the Lord. And that with the priests' customs of the people, that was when any man offered a sacrifice, the three servants would come with three prolonged fishhook in his hand while the meat was boiling. Then he would thrust it into the pan, the kettle, or cauldron or pot, and the priest would take for himself all the flesh fishhook brought up. So he did in Shiloh all the Israelites who came there. Also, before they burned the fat, the priest servant would come and say to the man who sacrificed, "Give meat we're roasting to the priest, for he will not take the boiled meat from you, but raw." and if the man said to him they shall really burn the fat first then you may take as much as your heart desires he would not he would answer them no but you must give it now and if not, I will take it by force. Therefore, the sin of the young man was very great before the Lord, for the men abhorred the offering of the Lord. But Samuel ministered before the Lord even as a child, weaning a linen ephod. Moreover, his mother used it to make him a little robe, to bring it to him year by year, when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. And Eli would press Elkanah, his wife, and say, The Lord give you descendants from this woman, for alone was given to the Lord. Then they would go in. To their own house, and the Lord visited Hannah, so that she conceived and bore three sons and two daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. Now Eli was very old, and he heard everything his sons did to Israel, and how they lay with him, the, the women who assembled at the door of the tabernacle of the meeting. And they said to him, Why do you do such evil things? I hear of your evil dealings from all the people, nor my sons. It is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress. If one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Nevertheless, they did not heed the voice of their father, because the Lord desired to kill them. And the same will ruin the stature. In favor with both the Lord and the men. Then the man of God came to Eli and said to him, Thus saith the Lord, did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt in the Pharaoh's house? Did not I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest upon the altar to burn my incense and my ethelot before me? And I did not give the house of your father for the offerings of the children of Israel by fire, why do you kick my sacrifice and my offering, which I commanded, my dwelling place, and honor your sons more than me, to make yourselves fat with the best of the offerings of the, the of Israel, my people? Therefore, the Lord God of Israel says, I said indeed that your father's house and the house of your father would walk before me forever. but now the Lord says, Far be it from me, for those who honor me will I honor, and those who despise me shall be lightly esteemed behold, the days are coming that I will cut off your arm and the army of your father's house so that there will not be an old man in your house and you will see an army in my dwelling place enemy in my dwelling place despite all the good which the Lord does for Israel and there shall not be an old man in your house forever but any of your men whom I do not cut off from my altar shall consume your eyes and grieve your heart and all the descendants of your house shall die in the flower of their age now it shall be assigned to you that will come upon your two sons, Hophni and Phinehas, and one day they shall die, both of them. Thou I will raise up my faithful, a faithful priest, who shall do according to what is in my heart and in my mind. And I will bid him a sure house, and he will walk before my anointed forever. And it shall come to pass that every one who is left in your house will come and bow down to him for a piece of silver and morsel bread, and say, Please put me in one priestly position, that I may eat a piece of bread.